こにゃにゃちは。はい、こにゃにゃちは。嫁です。今日も八王子のダンです。はい、嫁ダンです。嫁ダンでございます。おはようございます。おはようございます。しっかりとね、はい、頭冷やして考えたんだもんね。うん、考えたよ。大丈夫だと思います。ホテルもチェックアウトして、そうです、ね、もう帰り自宅を整えて、はい、最後に美笠さんに寄って、はい、お買い物をして帰ります、はい、ということで八王子でもやります、はい、本日のお目座、はい、じゃじゃん。これすごいの。おいしい八王子の恵みルク。美笠さんのね、はい、あのおかみさん、おかみさん、ね、はい、あの八王子のめぐみさんが、はい、わざわざこれをね、すごいの作ってくれたんだよ。わざわざのーちゃんのためにね。八王子のめぐみさん。すごいよね。はい、こちら今日のおめざでございます。はい、素敵なおめざ。しかもあのコップとかないのね。ラッパで行きます。ラッパで行って、なおかつこれ飲み切らないと帰れないので。そうです。まあ、余裕でしょ。余裕ですね。いただきます。いただきます。バイ。どうぞ。うん、安定。どう、めぐみさんの味する。めぐみさんの愛がめぐみさん、ありがとうございます。ということで、だいたい固まってるんでしょ。もう、はい、だいたい、うん、E ラインまでは行ってるはずなんです。多分ね、収まるか、うん、収まらないか、うん、大幅に超えるか大幅にあの下回るか、うん、どうでしょうね。レジに行ってみないと分かんないです。なんとなくの金額しか分かんないんで。じゃあ行きますか。はい、何よりもね、買うことのドキドキもあるんだけど、はい、もう今日帰るんだなと思って。あっという間すぎてびっくりしたんだよね。そして極寒が待ってます。極寒よりも私雪が心配です。帰ったら玄関ドア開かない、除雪から入りますとかな、入れないんちゃうかな、ないからね。まあ帰った時の様子もちょっと撮れたら。よし、じゃあ買い物行きますか。はい、じゃあ参ります。はい、行きます。心は決まりましたか。決まりました。大丈夫ですか。大丈夫です。はい。と、はい、いうことで、うちさん、はい、めぐみさん、はい、お願いします。ありがとうございます。ますじゃあまず、はい、今回のね、旅の目的でございます、ね。そうです ね、はい。どうしてもこれが欲しいということで、はい、前からご連絡して、取り置きしておいていただいたものを、はい、例の物を。はい、じゃあまずは受け取りましょう。はい、はい、お願いします。こちらが例の物でございます。ありがとうございます。そうです。ハーフユニット、はい、ハルピーモデル。ハルピーモデル、はい、感動する ね。本人たちも今僕らこれ買ってるの知らないはずなんで、サプライズでね、はい、動画で披露しましょう。そうですね。でまずこちら。はい、はい、そして続きまして今回ね、はい、悩みに悩み抜いてめっちゃ悩みました。さあ3万円超えたのか超えてないのか、どうですかね。はい、ピーってしとく。じゃあ一つずついきましょうか。はい、はい、まずはこちら。はい、じゃじゃん。なんとスミさんのパーフェクトグリルミニ。はい、これは最後に、そう、一番最後に見たやつ。最後にカシャンカシャンってなる。カシャンカシャンってなるやつ。カシャンカシャン。はい。もう感動しちゃって。欲しくなっちゃう。欲しいでしょこれ。はい。で、これを買うということは当然、ね、当然、当然で、当然あれも、はい、あれがあるからこれを買うんですよ。おお。じゃじゃん。ワンユニットグリルプレイ。イエーイ。はい、イエーイ。これはセットじゃないと。もう終わりかい。
終わりだよね。終わりです、はいはい、ということで今回は、はい、もうほぼほぼ、ね、うん、この IGT ユニットっていうの、はい、で、うん、揃えました。そうですね、はいはい、まあ、超えてもいいんだと、もっともっともっとなんかいろいろ他にもあだこうだ、うん、あだこうだ言ってたけど、はい、あだこうだ、ランタンをカスタムしたいとかね、なんかいろいろ言ってたけど、この辺はね、ちょっとまた次回に、じゃあ、了解です。次回は上限上げてください。はい。ということで、合計金額の方に、はい、移りたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お手柔らかに。お手柔らかに。それはできません。できません。それはできません。はい。じゃあ、お願いします。お願いします。3万3880円3万目安で選ばせていただきました。ありがとうございます。はい、お願いします。超えてるんだよな。文句あんの？いや、文句はないです、ないです、はい、上限上げてくれてもいいんだよ。ないです、大丈夫です、うん、会計終了しました。はい、3万円でした。3万円でした。はい、ありがとうございます。3万円ちょうど、はい、ちょうどでしたね。ありがとうございます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 。いいお買い物できました。はい、ということで、はい、いいお買い物しましたね。はい、3万円いっぱいいっぱい使わせていただきました。はい。すいません、お待たせしました。すいません、ありがとうございます。ずっしり嫁だん嫁初買い物でございました。はい、はい、それでは帰りましょう。はい、はい、帰りますよ。もう一周ぐらいしていいですか？いや、もう帰りますよ。さっさと帰ろう。もうダメだよ、ダメだよ、ダメだ、危ない危ない危ない、よし帰ろう。すいません、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。本当に、はい、ね、丸4日間。そうですね、丸4日間。すいません、長い時間、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、改めてご紹介します。レンさんとめぐみさんでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当楽しかったね。もう楽しすぎて帰りたくないね。もう帰りたくない。本当にありがとうございます。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 すごいお客様が喜んでくれて、本当に楽しい時間でした。本当にね、告知を入れて今回初めてね、そうですね、こういう試みをさせていただいて、どうなるかなと思ったけど、すごいドキドキしてたね。本当に、ビカーサさんの、まあ社長と奥様と、あとスタッフの方々も協力していただいて ね、うん、そうですね、で前々から告知もしていただいて、本当に盛り上げていただいて、本当に本当に本当に助かりました。ありがとうございます。今ね、今日今いらっしゃらないけど斉藤夫婦さんたちも ね、駆けつけてくれて、本当に、うん、本当斉藤夫婦さん、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてご来店いただいたね、本当皆さん本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。最高でした。ありがとうございます、はい、八王子最高、最高、イエイ。すいません、本当にありがとうございました。ありがとうございました。また必ず帰ってまいります。ぜひぜひ頑張って帰ります。本当にありがとうございました。頑張って帰ってまいります。ちょっとね、また感極まってきてるんで、危ない危ない。もう本当のおさんなんかもう来なかったらどうしようなんてすごい言ってたんで、矢野さんいっぱいいるよって電話言ってきても、本当、いやーすごい、すごい、すごい、本当におかげさまでね、カットで。はい、本当にすみません、ありがとうございました。ありがとうございました。帰りの飛行機に乗ります。はい、なんかね、どんよりしてるんだけど。怖いですけど。とりあえず、あっという間でした。とりあえず飛行機に乗って。最後頑張ります。行きます。
到着しました。無事到着。寒い、めっちゃ寒い。分かってはいたけど寒い。なんだマイナス7度だよ。あっちはね、マイナス 9.9 度。どっちが正しいか分かんない。いつもここ 2度違う。3度ぐらいが違う。まあでも安定の寒さでございます。寒い。とりあえず雪はね、今そんな降らないので、ただ行ってる間に冬がどんだけ。そうだね。ということで、お家まで帰ります。はい、旭川の方にね、はい、帰ってまいりました。ただいま。無事帰ってまいりました。無事帰ってまいりました。帰りはね、そんなに揺れたりはなかったです。はい、いつも通りあの離着陸だけ、はい、ビクビクしてたけど、ちょっとしつこいのはあれなのでね、あんまり帰りは取らなかった。あんまり取らなかったということで、はい、実はですね、帰ってきたその日では今ございません。あ、そうですね、数日後かな。はい、はい、数日後でございます、うん、荷物がちょっと多くなりすぎてしまったので、はい、あのビカサさんに送っていただきました。あ、すいません、ありがとうございます、はい、ということで嫁様の初めてのお買い物、うん、はい、初めてのお買い物ってあるか初めての独断と偏見で私が初めて買った、ね、キャンプギア。そう、お見せしていきたいと思います。はい、はい、開封の儀でございます町内会長さんがね、わざわざご挨拶に来ていただいて、はい、引っ越したばっかりなのではい、はい、ということで早速ね、はいはい、どこまでやりましたかね、今ちょっと開封の儀でピンポーンだったんで、ね、ね、開封していきたい、はい、じゃあ行きましょう、はいはい、これだよね、まずは。そうですね、うん、これを買いに行ったと言ってもいいぐらいの最大の目的でございます。はい、じゃじゃん、じゃじゃん、斉藤夫婦さんのハルピンがデザインしたハーフユニットでございます。かわいい。そう、もうこれがねどうしても欲しくてそう予約をさせていただいて、はい、まあ、極論これを取りに行った。そうですね、っていうことにちょっと近いものがございます。これは後でちょっとはめ込んでみたいと思います、うん、はい、ということでこちら、はい、オイルがブラックと真鍮、はい、ね、一色ずつで、はい、かわいいよね、めっちゃかわいい、はめるの楽しみこれ。で次、はい、じゃじゃーん、じゃじゃーん、またまたIGT ユニットの802プロダクション。あ、そっか、あ、まあこちらもね、そうだね、802プロダクションなんですけど、ハルピンモデルということで、うん、そうですね、じゃあ 穴開きでございます。はい、もちろんフラットバーナーここに入んないんで、はい、じゃあ次いきます。はい、何を入れるのかというところですね。はい、うん、じゃーん、アンタスミーパーフェクトグリルミニ、ミニでございます。でございます。なんだっけ、通称1秒グリル、1秒グリルカシャンってカシャンってやるやつね、はい、じゃあこちらまたはめますので、はい、その時に、はい、うん、はい、あれ私買ったのこれだけだよ。これで大体3万円。それ何、私分かれて入ってると思ったけど今開けててさ、うん、あれこれ4つ目だよねと思ったんですけど、それ何ですか。なんやねんブラックノーさんって、なんやねんこの写真本で。いや、これは一切お願いした覚えも何もないんです。ブラックノーさんって書いてあるよ。ブラックノーさんね、何よ。はい、ということで裏企画発動でございます。実はですね、この動画上がる2週間ぐらい前なんですけれども、お誕生日なんですよ、2月のな、後半な。あ、はい、はい、ということでブラックノーさんからねお誕生日のプレゼントをしようかなと思いました。私の、うん、うん、プレゼントでしょ、うん、私の、うん、ってことだよね、うん、どっちかって言ったら、どっちかって言ったら、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。何やろな、あんた欲しいもんやったら怒んでな。しっかりね、あの撮影もしております。嘘やろいつよ、ええ、だってさずっと一緒におる、
社長のレンさんと二人でね、えキャッキャ笑いながら、ね、嘘、えだって、えいつだってずっと一緒におったような気すんねんけど、えそんな時間あった、あなた一生懸命ぶつ撮りしてる時にレンさんといやまあいいです、私が欲しいまでは全然何文句は言いません、えじゃあとりあえず開けていいんですか、うん、はい、どうぞどうぞ、 どうぞ、いやこの顔腹立つなしかもな写真が破けないようにお願いします、えそうビリッて真っ二つに行っていいですか、いや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 、知ってる、私これ知ってる、あったでしょ、ありましたね、ありましたよね、じゃんじゃんこれサイドテーブルにもなる、カッティングボードにもなるってやつ、カッティングボードはちょっと私ちょっと用使わんけど、サイドテーブルになる、サイドテーブルになる天板ですね、しかもあの三脚をね、そう後ろにちゃんともう穴があるんで三脚つけるだけでこういう風に置けると、はい、いや私これすっごい欲しかった私のやったー、こちらも802プロダクツさんのギアでございます、欲しかったんだもん、いやでも私のやって欲しかったんだよ、私のやって誕生日プレゼントやろ、私のや誕生日ありがとうございます、まだ誕生日になってないからね、もうすぐやもん、今月やもんお気に使わせてもらいます、その辺な、これは成功なのかな失敗なのかな、なんで失敗なの、いや失敗プレゼントやろ、やっちゃうな、やろ、これは企画大成功見せてあげようか、すいませんそれほんまに気づかへんかった、私いつ買ったん、いつ買ったってか、いつそういうやり取りをしてたのかっていうの、だってずっと一緒におったし、離れた時間なんてないやんな、大して、うん、まずこちらから見ていただこうかな、はい、ブラックノーでございます、実は裏企画、ノーさんもお買い物するぞのコーナーでございます、今回は嫁様単独のお買い物企画っていうことになってるんですが、実はあるものを美笠さんにお願いして、避けてあります、そちらをですね購入して帰りたいと思います、はい、ということで、はい、例の物をですね、わかりました、送っていただく荷物の、はい、忍ばせとき、忍ばせていただいて、はい、申し訳ない、私東京なんで、北海道で農産だけじゃない、心は安定してます心は一緒だよ、今日反射、うん、手を染めてしまったんです、すいません、よろしくお願いします、ありがとうございます、よろしくお願いします、全然気づかへんかった、大成功、はい、ということで、まあ、結果的に商品としては全部あの802プロダクツさんのオリジナルのね、あそうですね、あのこれ以外、はい、いろいろ悩んだんですけども、やっぱりなかなかこっちで手に入らないので、そうあの802プロダクツさんのものはやっぱり美笠さん行かないとっていうのがあったので、ということで802さんのになりました、はいもちろんですね、これを、まあ、うちはあの IGD のユニットってなるといわゆるエクステンションテープなので、はい、こちらをはめて、うん、でこちらももちろん、ね、サイドテーブルとしてちょっと置いてみてね、あこんな感じになりますっていうのをこの後やりたいと思います、はい、ということで、はい、ブラックのちゃん裏企画大成功、ありがとうございます、早速はめてください、お願いします、はい、じゃあはめていきます、はい、はめていきましょう、これかな、はい、真鍮、真鍮の方ね、はい、おまた1枚入れます、いいですね、じゃあこれかな、次そっちね、並べるっていうよりも間にこの子を挟んで、ね、おでこの子を入れます、うわ、はい、そしてこっち側にはもうあらかじめ入れてありましたけど、はい、去年の遠征の時に斉藤夫婦さんからいただいた、こちらも802さんの、はい、802さんの、はい、フラットバナの蓋でございます、蓋でございます、はい、これはご得ではございません、うん、こんな感じです、はい、こんな感じになります、かわいいね、めっちゃかわいい、うん、いいね、はい、そして、そして大きく開いたここ穴ね、はい、ここにじゃあ、まあ、かすみさんの、はい、こちら女王
入れてみますか。はい、はい、よいしょ、じゃじゃーん、出来上がってるんですね。組み立て必要ないのかな。ないですね、これは。あ、もうこのままなんだ。このまんまなんで、あ、これだけ気をつけてください。これは取れるの、ごとくね。ごとくね、ごとくだけ、うん、ちょっと横によくいて、うん、はい、じゃあお願いします。はい、はい、参ります。はい、おお確かに1秒。はい、すいません、パイルダウンをお願いします。はい、入れていきます、はい、パイルダウン、オン。はい、はい、もちろん素晴らしいシンデレラフィットですね。ですね。ちょっとだけ余裕を持たせてるって言ってたよね、確か。熱によってこう、うんうん、なんて言うんだろう、プレートの膨張とかが多分起きたりする可能性があるんだと思います。ビタビタではなく、ビタビタではなく、はい、少しだけ余裕があります、うん、そして五徳を乗せて、はい、まあね、羽をどっちでもいいってね、こうでもいいしこうでもいいしっていう感じですね、うん、すごいね、すごい、また機能的になったよ、機能的になったねこれで焼き鳥もやりやすいしね、2人だったら全然お肉とかも これでチビチビ焼きながらっていうのもいいよ、うんうん、機能的かつおしゃれ、うん、合うよね、合う、うん、802プロダクツの、はい、IGT ユニットっていうのかな、そうですね、うん、カスタマイズ、ね、はい、ハルピンモデルとパーフェクトグリルミニ用のワンユニットでございます。はい、そちらご紹介します。こちらね、三脚がつけられる、はい、仕様になっておりますので、我が家の三脚つけてみたいと思います。我が家ね、このちっちゃい三脚が、そうですね、手持ち用の、はい、あるので、うん、はい、こんな感じで、はい、素晴らしい、じゃあそれをサイドに置いていただいて、はい、いいね、サイドテーブルってすごい便利だね、やっぱあった方が、そうだね、こんな感じで、うん、ということで、はい、今回ね、ビーカーサさんで、はい、買った商品はね、うん、これで全て紹介し終わりました、はい、はい、最後にね、一つ補足事項がございまして、あ、そうですね、実は、うん、これはちょっとお知らせしとかないとあれなんで、僕たちのミスなんですけど、はい、そう、本当にね、私たちのミスなんですけど、はい、実はじゃじゃん、エクステンションテーブルは左右に開くテーブルなんですけども、うん、なんとこちら少し、そうなんですよ、少し隙間ができます、はい、まあ、これね、別にこうしとけば別に全然あれなんですけど、うん、まあ、ここで固定できるわけではないので、ちょっと動いてしまうんですね、うん、はい、なのでね、ここにまた何かを、はい、少しだけね、ここ、うん、なんか板か何かをちょっとかますかね、要はこのね、縦のライン合うんですけども、そうなんです、ここはね、本当にぴったり合うんですけど、この横のライン、この幅ね、この幅は IGT 規格じゃないんですよ、実は。そう、はい、3ユニット分だと思い込んでたんです、はいはい、だから1個2個でハーフハーフで、うん、これで3、はい、でぴったりだねって思って購入してきたんですけども、うん、なんと思い込みでした、はい、はい、で本当に、ね、たまたまさっきね、はい、本当に撮影中にたまたまねアットイモトさんのね、うん、社長がね、そう、引っ越し祝いって言って牛乳とカプリコ持ってね、そうそうそう、訪れまして、本当にたまたまそのタイミングでね、うん、そう、だからちょっといろいろ聞いたんですけども、あ、そうです、ワットユーオントさんの横幅に関しては、はい、ワットユーオント規格ということで、ワットユーオント独自の規格となりますので、はい、ここはいけますが、ここは少し余ります、はい、余ります、はい、なので少し一工夫が必要になる、うん、必要になります、細い板か何か、はい、ここをねぴったり収めようと思ったら、うん、ワンエフスペースさんのこのユニットと、うん、ワットユーオントさんの出してるオプションの板ですね、はい、そこら辺はご注意ください、ね、はい、なんなら別にこう閉じてしまえばそこまで気にはならないので、そうだね、ただ一つ注意点が、動くっていうぐらいで、注意点があるのが、これ今フラットバーナーここに置いてるんですけども、はい、フラットバーナーは、まあ、くっつくだけでいいんですけども、ああそうですね、このユニット逆にすると、そう、このユニットをここに入れてつけると、でこのこう浮いちゃうんですよね、ちょっとここにね、エクステンションの場合ここ磁石がついてるんですよね、最後にこうピタッとくっつくように磁石がついてるので、どうしてもねこういうのは
ちょっと見ちゃうんですよ。全部くっついちゃいます、はい、真鍮はくっつきません磁石にね。実はこっち側は全然大丈夫です、綺麗な。なのでおすすめは真鍮を両サイドに持ってくることですね。ああなるほどね、はい、そしたらくっつかない。こっちあのまたブラックにしたので真鍮じゃないので、はい、こちらは鉄なのでそうくっついちゃうんですけども、はい。なのでね、本当ね、これね、我々の盲点で、本当にそれはね、私たちの思い込みだったんですよね。思い込みなんです、うん、なので、簡単にここは工夫できるんで、うん、はめる板かなんか、そうだね、作ってみようかなと思います。考えてみます、うん、でもすごい素敵、うん、ね、うん、いろんな組み合わせができるようにっていう感じで買ってきたので、うんうん、そうですね、ね、それはそれでちょっと楽しみだなと思われます、はい、うん、はい、いかがでしたか。はい、おごそかに行かせていただきました。まあそうですね、うん、はい、結果的にね、結果的にね、ブラックノーさんは現れたんだけども、はい、まあ話はつきましたんで、はい、私の横にと、はい、いうことでね、はい、最後にこのマウントスミさんのね、パーフェクトグリルミニ、はい、なんとこの付属品ね、付属品でご紹介し忘れてました、はい、トングがついてます。そしてまあちらっとお見せした羽、はい、羽2枚とこれ、これかわいいでしょ。あ、いいね収納袋もちゃんとついてます。収納袋も入ってます、はい、めっちゃかわいい。3週にわたって、いやね、本当にまた長い、うん、長い間ね、ちょっとまた本州遠征第2弾ということで、はい、まあ、今回キャンプはしてなかったんですけれども、そうですね、まあその代わりって言ったらなんですけどもね、お買い物ツアーをねちょっとさせていただいて、うん、まあちょっと初の試みっていうんですかね、楽しいお買い物ができました、はい、そしてね本当に今回こちら、うん、ビカサさんから送っていただいたと同時に、はい、たくさんね、あ、イベントの時にね、うん、本当にたくさんのお土産をいただいた、本当にありがとうございました。ありがとうございます。なんかもう何でしょう、本当に言葉にならない、うん、本当にね正直イベント見たくするつもりはなかったんですけども、はい、せっかくお邪魔するんだったら、まあ、前回告知しなかったんで、そうですね、今回告知して、うん、でなおかつ居場所を美笠さんに作っていただいて、美笠さんにいますよという告知をさせていただいて、はい、こんなことをしていただいてね、せっかくイベントみたいにしていただいたのに誰も来なかったらどうしようなんてね、うん、思ってたんですけど、はい、皆さんに来ていただいてね、うん、本当に感謝してます。本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、またこうやってね本州の方にもねお邪魔する機会があると思います、はい、ぜひね今回面白かったよと楽しかったよと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とね、また引き続き高評価の方いただければ嬉しいです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。また次回嫁団キャンプでお会いしましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。特別なマイクよ、ねっとりしたマイクよどうぞ、う皆さんに感謝を込めて愛を込めて粘着質のやついきます。いきます、せーの、うーん濃いね、濃いねそれぐらいの愛だよ。そうですね、本当に感謝を込めての馬でございますありがとうございました。You know that we're in love.
But you think everything's going fine. You sure got a funny way of showing it. So this is where I draw the line. はい。嬉しそうだね。気をつけてよ。今からこちらをね。さあ危ないので。ね。落としましょう。気をつけてね。落としたことないね。ちょんちょんってちょちょ。ちょんで落ちるのパズル。落ちる落ちる落ちる。本当に？うん、どこちょんしたらいいの？上？できれば上の方。近寄らないようにね。無理。無理。うん。気をつけてよ。なかなかだったね。非常に危険だったよ。そこまで上じゃなくてもいいと思う。もうちょっと下でいいんだ。もうちょっと下でも。そう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 、上手上手。おお。行くで。はいよ。ちょっと下行ってみたいね。おお。初つらら。今年ね。完了いたしました。おめでとうございます。はい。帰ってきたこんなんでした。はい。すごい。しょうがない。北海道はこんな感じです。はい。やばい。すげー。